I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, the Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one month trial. さあ毎週火曜日のこの時間は、カンベカから海のブラッッシュアップです、はい、今日の朝刊見てましたら、はい、毎日新聞が一面のトップで、<A> ジャニーズの起み見送り25社に至っているという、はい、契約103組織調査、性加害許容せずという記事が大きく出てました。はいえーま 契約関係を持っている企業や自治体などに取材したところ、25社は企業を身ごる方針になることが判明したという記事ですね。はい、アンケートはあのまあ今月の11日か13日にかけて公式サイトにの CM 欄にジャニーズ事務所の CM 欄 CM 欄に記載になった。 114の組織に今後のタレント起用の方針などについて聞いいいたととうことです、うん、はいはいえー、その結果契約期間満了後は更新しないが11社そして、その他などの記述欄で新たな契約を結ばないなどと記した企業が6社文書で似たような見解を寄せた企業が8社あり、えー、これ これらも含めまして、25社に及んだということです影響、とても大きく広がっているなという感じがしました、こういうまとめ記事は非常に重要だなと思ってます。はい、で一方で、ですねあの西日本新聞の今日の朝刊には、論壇辞表という形で、うんえー、東京工業大学の教授の中島健さんが、はい、え文章を寄せています。はい、でここにはででですすねね月のの会見あ 性加害問題について、何か得体の知れない、それには触れてはいけない空気がありましたという発言が出たということに触れて、空気について書いてるんですね、うんはい、でずっと沈黙をしてた、まあ、メディアもそうだし、えーまあ、スポンサー企業もそうだし、うん、その沈黙が急に記者会見をきっかけに一種の雪崩現象を起こして、過剰な雄弁に転化してしまっているという話が出ています。を許容しないといととう意味では企業がきちんと 自分たちのスタンスを示すことはとても大事なんだけども、はい、ここで書いてあったのはですね、えー、3月にイギリス BBC 放送がドキュメンタリー番組をし4月には被害者が告白を始めた際には企業は動かなかった、えー、ジュリー社長当時ですね、はい、5月に動画と文書で見解を示し謝罪した時も動かなかった。うん 国連人権理事会の記者発表が行われた時も再発防止特別チームの報告が行われた時も動かなかった、うん、しかし9月の記者会見後に CM からの撤退を表明する企業が出始めると席を切ったように撤退が相次いでダリ現象が起きた、うんうん、企業は沈黙から雪崩へと一気に手のひらを返したのであるという分析が出ていて、うん、まあそうだなと思いました。私はあの まあ、あの企業の姿勢を示すということは大事だし、えー、と私たち一人一人が、えー、と続けていていいのだろうかと、企業を続けていいんだろうかと。問題に だなと考えることはいいんだけど、うんはい、じゃあ、そうしなければならないのかって言われると、ちょっと僕もそれだけでは、それも空気読んでるのと同じじゃないかなっていう気もしなくはないので、うんうん、このアンケートの中で、えー、毎日新聞のアンケートの中で、福島県は風評被害などに苦しんでいた時も寄り添ってくれたとして、農産物農,農林水産物の PR に起用してきた人気グループ、TOKIO との連携を継続する方針を文書で示した。うんはい、こういうい のがあっっててももいいなとも思ってますね中島教授はですねあの、えーまあ、企業がジャニーズ事務所との取引を続けるのか終了するのかが問題の本質ではなく取引企業としての責任を果たしているのか否かが重要であるというあの西山守さんの投稿を取り上げていました企業の責任というのはどういうことなんだろうなともちょっとこれを見ながら考えていたんですね。うんはい 例えばあの、まあ、性加害の問題がは許されないことだけどもこれがじゃあ,あの同性愛者に対する差別につながってもいけないですよね。でえー、きちんとそ,のそういった多様性を大事にする活動について、えー、取り組んでいる団体に対する援助をこれから始めるんだとか、まあ、いろんなやり方もありそうな気がします。でえー、このの中で、えー、手の沈黙から なだれへの手のひら返しは自らの責任を不問にした上で新しい空気に便乗する行為ではないんだろうかという指摘があって同調圧力への服従と手のひら返しそして新しいじゃんけんは連続しているこの全体主義的な空気こそ問題にしなければならないこれはあの当時の戦争中の手のひら返しのことを例に挙げているんですね。 みんながそういう空気だから、うん、戦争を推進するし、うん、負けた瞬間には、まあ、自分は初めからおかしいと思っていたと手のひらがえしますあ,<ー>まあこういったあの風潮というのは、まあまあ、日本に限らないかもしれませんが、うん、まあ僕らの社会には結構強いかなと。 まあこの一面の記事を見ながらちょっとそんなことを考えていてですねこれちょっと天の邪魔なんで、うん、例えばあの「あまちゃんののん」さんがあまりテレビ出てきてないし今ちょうど最終週で NHK の BS やってますけど、うん、毎,毎,毎回見てるんですよ録画で <laughs> 10, 10年ぶりに <laughs> あの本当にあの楽しく見てますけどこういう人が。 出てこれるような社会の方がいい,い,いなと、うん、だからこの単純にこうジャニーズの事務所との取引を続けるか続けないかだけじゃないなっていう、うん、もっと僕らの身の回りのことで空気を読みすぎて何か、えーうん、見なければならないことに目がいってなかったり、うん、言わなきゃいけないことを言ってなかったりしてないかということが問われているような気がしました、うん、今日の朝刊を見てて考えさせられたことです。うん、はい さて、8時40分過ぎのキャッチアップでは、今日はどんなお話を？はい、あのー、まあこれも報道する姿勢の問題ですが、はい、自分が当事者となって報じる場合の報道のあり方みたいなことを議論してきたので、その後報告をしたいと思います。はい。ガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオタイ隊、バッテン少女隊の春野キーナと青井リルワです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ。 バッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、Spotify、Amazon ミュージック、Google ググポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。